皆さんこんにちは、家系戦士よしです。本日も戦車道具紹介を行います。カメラマンたくみです。はい、お願いします。お願いします。今日はこちら、ラックスコートという商品ですね。こちらを使わせていただきます。これを使うとまずツヤと撥水と、あとこの会社独自のトリプルコートというねコーティングが、できるということなので、なんだそれは、ちょっとわからないんでやってみましょう。ういっす、行きましょう。ういっす。はい、では中身ですけども、まあ、このボトルですねが入ってて、あとクロスがついてました。これで施工を行っていきます。おい、これ超簡単でね、まず洗車をします。でしました。で一度に広範囲にスプレーせずに少しずつ対象の範囲に向けて噴霧してくださいと。じゃあとりあえず吹きかけてみましょう。はい、はい、もう一回、はいはいはい、こんな感じですね。でこれをムラがないように円を描くように塗り広げるっていうことなので、はい、とりあえずまずはこのこういう形で広げていきます。で液のムラがある場合はクロスの面を変えて、きれいに吹き上げてくださいと。まあまあだって普通の範囲コーティングみたいな感じですね。普通に使えます、問題なく。はい、これ施工後、一応6時間乾燥をさせてくださいっていうふうに書いてます。雨とか直射日光面からは避けて、そしたら硬化が完了するっていうことなんですけども、メーカーさんに確認をしましたら、一応夏場だとまあそんなに長く取らなくてもいいですよっていうことで1時間ぐらい、はいはい、って言ってましたので、まあ今回ちょっとそれでねやります。あのなんせ今日暑いっす。そうですね、もう乾燥がえげつないぐらい多分早いんで、はい、面変えなくてもいいかな。あ、吹き上げはやっぱ変えた方がいいんじゃない。うん、さっと伸ばしてすぐに裏返してこう塗り広げた方が綺麗には仕上がってると思う。やっぱりちょっと日陰ではやってるんですけども、なんせボディが厚いんで。そうやね、サクッと塗り広げてパッとこう変えて塗り広げるといいと思います。はい、でこの商品はなんかね、新素材の天然樹脂かっこレジン系コーティングだそうです。レジン系コーティングってあの未塗装樹脂にやるイメージがあるんやけど、確かにそれをなんとボディに使えるっていうことで。なるほどね。はい、で効果は3ヶ月以上持続しますと。施工は簡単そうやね、超簡単。うん、あんまりちょっと成分の部分はね、またあの差し込むんですけど画像に、はい、一応特徴として溶剤不使用だからボディを変化させないっていうちょっと難しいことを書いてまして一体どういうことなのかっていうのをね、皆さんあの成分の部分を見ていただいてああなるほどねっていうのをね実感してください。肌から見たらな、お溶剤使っとるやんって思うよな。わからないんですけど、僕はなんかフッ素系ポリマーとかだから、そういうこう普段よく見るような、成分があんまり入ってないっていう感じですね。なるほどね、はい、シリコーンとかで、また写真刺すんですけど、あの先ほど冒頭で言ったトリプルコートというのは、このような感じになっておりますので、うん、とりあえず熱に強いらしいです。このコーティングはだいたい100度から150度に耐熱するっていうことなので、耐えすぎやそんなにはいらんと思うけどいやまあでもそれぐらいやっぱり強い方がね。夏場のボディ100度いかんやろ。だっていや目玉焼き焼けたら100度いってんで。確かにであればいるんか。もうこれで施工は完了です。今回は1時間ぐらいね乾燥してどうなるかっていうのを見ていきます。うんうん、でその他もね、ボディ以外にもいろいろ窓ガラスであったりヘッドライト、車内の樹脂パーツ、ダッシュボード等々にも、使えるすごい汎用性の高い商品となってるみたいです。なるほど、はい、1本で結構できちゃうみたいな。うん、まあでも僕らは基本的にそういう汎用性高いものはあんまり好まない。やっぱりボディ用として使いたいんで、今回はボディだけで、やってみたいと思います。ういっす。はい、とりあえずは乾燥待ちましょう。いいっす。はい、では1時間乾燥させたんでツヤです。はい、どうでしょうか、カメラマン頑張ってます。ちょっとねツヤ映すの難しいんですけど、今映しもうツヤ確認でテープ剥がしてるんですけど、はい、ここっすね。でこの右側施工なんで、はい、あのツヤはかなり出ている感じですね今。いやすごいよこれ、パキパキに。え、多分マスで全部剥がしたら意外と分かるんじゃん。どう？おーい、もうしっかりここで段になってるっていうか、まあちょっと明るさとかであんまり効果が見えへんかもしれんけど、まあ、こんな感じでコーティングしっかりできてて、ツヤが今のところ出てるっていうことなんで、うん、撥水効果ですね、見ていきましょうか。おい、こっちはね研磨してコーティング剥がしてるんでちょっと弾きますけど、まあこんな感じですね。いきまーす。ちょっとこれ弱めです今。
なんかめっちゃ細かくない？玉が細かく弾くって感じやね。いつもなんかこの辺がないっていうイメージ。こういう感じ。水が切れた後、こういうイメージ。なんかめっちゃ細かい。いや細かくない？こういう一つ一つが。水が弱いからかな。こんな感じですね。うん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 。これがだからその天然レジン系コーティング、うんうん、まあその辺ちょっとね、普通のポリマーとかだとガラスとかとどう違いがあるかって言われると僕らに難しいんですけど、まあしっかり弾いてるっていうことだけは間違いないですね。まあそうやね。でもなんか特徴的にはなんか細かい粒が、なんか細かいよなこれが。そうそう、こういうめっちゃ丸になってるのがめっちゃ細かい。で普段のコーティング剤とかやとこういう感じ、こう撥水流れた跡が、うん、こういうちょっとこうスペースが結構バラバラってできるのが、これはかなり細かくできてる。うん、十分細かいと思うやっぱり。なるほどね。でも十分、マジで十分で、これ1回施工でこれなん で、うん、2回施工するとおそらくツヤが上がる。まあ撥水はめちゃめちゃ上がるかというと微妙だと思うけど、うんうん、ツヤは間違いなく上がると思う。なるほどね。じゃあいつもの耐久性やります。いつものとはプロサスのクレンジングシャンプーを使って、はい、ちょこっと撥水を落とすという僕らの、はい、ちょっと独自の耐久の見方です。はい、ちょっと荒技ですがご了承ください。ちょっとね、アルカリ成分がついてるのでね、中性シャンプーでも洗っておきます。じゃあ洗って拭いたんで、はい、もう一回見ましょう。これ強い水量でいってます。おちょい落ちかな。ちょい落ちやな。あ、まあ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 、全然許容範囲やろこれは。うん、簡易コーティングでこれでどっさり落ちるやつあるからな。うん、もう こうなるもんな。そう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 。あ、まあ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 、耐久面もまあそこそこって感じかな。うん、ここが弱いのはここで泡立てたから、まあ、かなりここだけコーティングがかなり剥がれちゃったっていう気はする。まあ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 、だからそれ以外の部分、この辺とかこの辺とかはほらそこまで落ちてない。うん、ほら、はい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 、なるほどね。じゃあレジンコーティングはそんな耐久が悪いとかではないね。ではなさそうやね。まあ、おそらくそれアルカリとか的なものに強いんじゃなくて、その気候的な、うん、耐熱性に優れてるって書いてるんで、あと寒さとかに優れてるって書いてるんで、こういう摩擦っていうのかな、アルカリ成分による洗浄っていうよりかは熱とかそういう気候的な部分に強い。なるほど、コーティングかなっていう感じですね。なるほど、はい。でも全然悪くない。まあ、いろいろコーティング同じように剥がしてきましたけど、こうやって剥がれないものもちゃんとあるんです、うん、剥がれるものはこんな感じになるんで本当に。はい、ということで今回使いましたこちらですね、ラックスコート、はい、なんですけども、こちらは株式会社 S クオリア様というところからですね、新発売される商品になっておりまして、で、幕開けの方でですね先行販売がされる商品となっております。で今回はちょっとそちらの PR の動画を作ってほしいということで案件をいただきまして動画を作らせていただきました。はい、なので詳しくは概要欄の方にですね、幕開けのページであったりとか、一応僕らにもAmazon のリンクとか送られてきてるんですけども、その辺もう一回聞いてですね、概要欄に詳細載せさせていただきますので、そちらでお値段や発売時期等々はねチェックいただけるといいかなと思います。うん、効果はまた動画戻っていただいて見てもらえればいいかなと思います。全然悪い商品ではなかったです。今回ね案件のご連絡いただきましてありがとうございました。ということで皆さんね、ぜひ概要欄からチェックの方よろしくお願いします。よろしく。はい、以上です。そう。